第 7SS 義勇三岳士団。第 7SS 義勇三岳士団プリンツオイゲン。独 7SS フライビリガン・ジーバーグス。ディビジョンプリンスオイゲンは、ドイツ武装親衛隊の士団である。士団名称は、オーストリアの歴史的な名称で、タイオスマン帝国戦争、スペイン継承戦争で活躍したサボイア公使オイゲンにちなむ。1942年、主に、 クロアチア、セルビア、ハンガリー、ルーマニアの民族ドイツ人、義勇兵を中心に、義勇三角両兵士団として編成されたが、装備は必ずしもドイツ軍の正式ではなく、チェコ製の機関銃やフランス製の戦車などを支給された部隊もあった。士団の準備が整うと、パルチザン活動が激しいバルカン半島へ投入されることとなる。師団は、イバル側、 イーバー・リバー東方の山岳地帯にあるセルビア、モンテネグロ国境で活動を始め、その後、イタリア軍と共に、ザグレブ・カルロバツ地区で、ヨシップ・ブロズチトを率いるパルチザンを相当するバイス、ワイズ作戦に従事したが、パルチザンは攻撃を回避、作戦は失敗に終わった。1942年5月、元ユーゴスラビア軍のドラジャミハイロビッチ将軍率いる、チェトニックを相当する。 シュワルツ作戦、オペレーションシュワルツに従事した。師団は、ヘルテゴビナのモスタルを攻撃、また同時に、サラエボ北西部へ部隊を展開、攻撃は成功し、ミハイロビッチとチェトニックはセルビアへ退却した。1943年8月、師団は、第15三角軍団に所属、ダルマチアの海岸へ移動、9月に、イタリアが連合国に降伏した後、 イタリア占領に参加、フバル島、ブラッチ島、コルチュラ島、ペリエシャツ、ペルアサック半島を占領、さらに、オミス、オーミッシュ、プロチェ、プロチ、ビオコボ、バイコボのパルチザンを相当する、ラントシュトルム作戦、アパーシャンランドストラムに参加した。1943年10月22日に再編成され、第 7SS 義勇参画師団、 プリンツオイゲンと解消した。11月、シダンは第五三岳軍団に所属、12月にパルチザン総統作戦に従事した。戦況が不利になるにつれ、パルチザンの活動は活発化する一方だった。シダンは1944年3月から4月にかけてマイバオム作戦という総統戦を展開、その後1944年5月25日より、 大規模な総統作戦として、ロッセルスブルンク作戦、オペレーションローゼルスプラング騎士の跳躍作戦を、ドルバル、ダーバーで行うこととなった。この作戦は地頭を殺害するか、捕獲するのが目的で、第 500SS 高下両兵大隊と、ブランデンブルク連隊が中心となり、第 7SS 義勇産学士団がその退路を確保することとなっていた。だが、地頭本人には手をかけられずに終わる。 その後、シガ願は5月のバールトラウシュ作戦、6月のフライエ作戦、7月のヤークト作戦、8月12日から30日にかけてリューベツアール作戦とモンテネグロでパルチザン総統に従事した。しかし1944年8月、ルーマニア、1944年9月、ブルガリアがそれぞれソ連と単独講和し、ソビエト赤軍が バルカン半島方面へ進撃してくると、師団は、ソビエト赤軍、ルーマニア軍、ブルガリア軍と戦い、多大な犠牲者を出すこととなった。師団がモンテネグロからトランシルバニアへ退却中の1944年9月21日、初代師団長、アルトゥール・フレプス、アートア・フレプス新衛隊大将が戦死した。その後、師団は、第 13SS 武装山岳師団ハンジャール。 クロアチア第一と第 23SS 武装参学師団カマ、ま、アルバニア第二と第 21SS 武装参学師団スカンデルベク、アルバニア第一らと共にギリシャ、英ー海のドイツ将兵約3万5000名が退却するための回路を確保する任務に従事した。1944年10月20日、ソビート赤軍はベオグラードを占領、師団は ドイツ軍の退却の確保のために後衛を務めた。11月初旬、第 21SS 武装山岳士団スカンデルベク、アルバニア第一が解散、第 7SS 義勇山岳士団の第 14SS 連隊に吸収、第 14SS 連隊は同時にスカンデルベクのカフタイトルも引き継いだ。1945年1月、士団はブコバルでソビエト赤軍、 パルチザンとの戦いを重ねていた。ボスニアからの撤退はそれからも続き、1945年4月、シダンはクロアチアまで退却した。5月10日、シダンはスロベニアのツリエに退却、11日にチトーパルチザンに降伏した。降伏した、シダン兵士1600名が射殺されたり、通信隊助手の女性は体を食いにくししにされて、殺された。 手段は、モンテネグロの肉質ニ肉シックで行われた、パルチザン相当活動での残虐行為で知られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。